はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生の数学三角形の合同丸一基本編をお送りします。で、前回までね、まあ、角度チャレンジってことで3本角度の問題やってきたんですけど、こっから合同の話をしていきます。で、こっちも3本取っていくからね。で、今回はポイントも含めて1番から4番です。これね、いっぱい書いてあるんだけど、これ4番のためだけの図なので1問しかありません。で、ポイントに関してはですね、ちょっと変な書き方をしたんですけど、合同条件って言ってね、三角形の合同条件って3種類あるんだよ。それを、まあ、1番、2番、3番って感じで、こういう感じにしてありますので、まあ、全部で4問できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、まあね、合同条件がね、ここがもうピンと、今ね、真っ先に言えない子は、もうこの問題が解けないので、もしね、ちょっとそんな子は今から説明するんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？ほんじゃ、早速ね、ポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、まあ、今回ね、三角形の合同っていうのがあって、実は合同が何なのかって感じだ。合同が何なのかっていうのはね、説明なしにしてあります。それはなぜか、実はね、これ、初対面じゃないんだよ。合同って今、小学生習うんでね。なので説明なしにしました。で、ちょっと口で説明するから聞いておいてね。合同。これは何なのかっていうと、ぴったり重なる形のことを合同と言います。いいね、ぴったり重なるとき大丈夫で、今から三角形の話をずっとしていくんだけど、三角形には合同条件といって、こうなってれば絶対合同ですよって、こうなってれば絶対ぴったり重なるんだよっていう条件が3種類あるんです。で、これはおそらく学校の先生とかね、塾の先生にも言われますけど、絶対に暗記します。丸暗記です。まずで、まずね、それ書いていくんで見ててください。まず1個目。ほにゃららがそれぞれ等しいとき、何か。ちょっとね、長いんでね、申し訳ないんですけど、1つ目は、3組の辺がそれぞれ等しいとき。これの意味は後ほど問題やりながら説明します。で、次、ちょっと長いからね。ほにゃららがまたそれぞれ等しいとき。で、3組の辺から1個ずつ減らします。次、2組の辺。でもこれだけじゃなくて、この時は辺と、いいね、とその間の角がそれぞれ等しい時ってなります。これが2つ目ね。そして最後、3組2組ってきたから1組です。一組の辺と、そして、その、両端の角がそれぞれ等しいとき。いいね。この3種類は、もう一字一句、ミスがないように完璧に覚えてください。で、それがね、頭にある状態で問題解きます。いいか？で、今、右の三角形いっぱいあります。1、2、3、4、5、6、7個か。7種類の三角形があって、この中から合同なものを選んで、そして記号を使って表してください。記号はね、ちょっと特別な記号があるんだけど、後ほど登場します。で、その時使った合同条件はポイント。この中の番号だね。まあ、1番、2番、3番。どれ使ったんですかっていう。そういうのをやっていきます。で、この、まあね、いっぱい三角形がある中で、合同を探す問題は、探しやすいのからいきましょう。いい？で、どれが一番探しやすいか。これはね、まあ、合同条件、3種類あるっていう話をしたけど、一番見つけやすいのはこれです。3組の辺。これが絶対楽。なぜかっていうと、このね、3組の辺っていうのは、三角形って辺が3つあるでしょ？その3つの長さが全部同じ時って意味なの。だから3組、3つの組の辺がね。で、見つけてみようって思った時に、この中で辺が3つ書いてあるのって、これとこれしかないんだよ。例えばこれって7と4はあるけど、ここないでしょ。これに限っては7があるけど、ここないからね。なので、これとこれ、あれ3組だからこれなんじゃねって思ってみる。そして、ちゃんと確認すると、3センチ、4センチ、5センチでしょ？
3センチ、4センチ、5センチで同じになってるじゃんか。なので、これとこれは合同になります。いいね。で、その書き方やるから見ててね。いくよ。まずこれ。まあ、三角形 ABC なんで、三角形 ABC ってなる。まず書くんだよ。で、それとこれが合同なんだけど、重なるところを合わせなきゃいけないので、今、A ってあるじゃん。これ、3センチと4センチのとんがったところにあるでしょ？で、こっちも3と4のとんがったのってここじゃん。H だよね。だから、ちょっと隙間開けてね。三角形 A に対応するのは H です。で、B に対応するのは A から3センチの方をピョンっていった方だから、H から3センチのピョンだから I。で、HI、あと残ってるの G か。G と。これでちゃんと順番合わせてください。でね、でね、そしたら合同のマーク、記号は横3本線になります。いいね、3本線なので必ず覚えてください。大丈夫かな？で、今ね、使った合同条件、このね、3組の辺を使ったので合同条件は1番ですよって。いいかな？こんな感じで答えてください。では、本当は、ちょ、いいか、分かりにくいから消しちゃうね。もう使っちゃったから。さあ、次はどこ行こうかって考えて、まあ、順番で、これ、まあ、難しさ同じぐらいなんで、こっちから行きましょう。2組の辺とその間の角です。で、これも同じで、まず、2組、つまり、2つの辺の長さが分かってるのを探すと、これ、4センチと7センチで2つ分かってるね。これ一つ、一つ、一つで、これ二つだから、候補としては、これと、これなんだよ、もう。で、一応確認しようと思ってやってみるんだけど、このね、二組の辺とその間の角っていうのは、今、4センチと7センチっていう二組の辺があるじゃんか。その間の角っていうのは、今、4センチと7センチここにあるんで、間の角はここになります。つまり、これとこれとここが同じだったら合同なの。いい？こことかじゃダメなんだよ。間の角だからね。で、こっちも調べようと思うんだけど、4センチ OK。7センチも OK なんだけど、俺、ここねえじゃん。あ、じゃあダメかって感じがするんだけど、そこはちょっとストップ。これね、ここが15度。ここが85度って分かってる。ってことは、ここの角度出せるよね、みんなも。だって、三角形でしょ？全部で180度でしょ？15と85足したら100じゃんか。なので、180から100引いたら、やっべ、ここ80度じゃんって。ってことで、二組の辺とその間の角が同じになる。なので、合同になります。この二つ。いいね。で、ちゃんとまた書く。で、こっちから行こうか。三角形 DEF って書いて、DEF。で、もう書いちゃおうね。3本線、合同マークで、三角形、また合わせます。で、D がここでしょ？で、D が、どこだこれ。4と7に挟まってるのが、F と Q で、4センチに飛んでるから R か。ここが D に対応するんだね。なので、R。で、次、D から E に行くから P か。RPQ。と、こういう風になる。そして、使った合同条件2番だからね。2番って書いてください。これで、こいつと、こいつが終わりました。さあ、残り一つだね。行きましょう。で、今回は最後ね、一組の辺とその両端の角を使います。で、一組の辺ってことは一つの辺しか分かってないやつ。これちょうどね、777で、全部同じなんだよ。でも、どれか一つ引っ掛けがあります。で、こういう時はね、今さ、ここ70度と90度って分かってるんで、先出しちゃおう。角度。書いてないんだけどね。で、70と90足して160。180からね、160引いて、20度になります。
で、ここも同じだね。20度になる。で、ここ20度90だから計算するとここ70になる。そうするとね、あれって角度も全部同じだから、全部5度みたいな感じがするんですけど、これよーく見るとね、今7センチ、7センチ、7センチって3箇所あるでしょ。その一組の辺ね、今その両端の角っていうのは、その7センチの端っこ、両端、ここね、つまり70度と20度のことを両端の角って言います。で、これも70と20だよね、両端。でもここは20度と90度になってるので、こいつ同じように見えて実は違うんです。いい？これが引っ掛けね、よく出てくる。大丈夫？だからこれとこれが合同になります。で、これかけるのかな、ギリかな。三角形、こっちからいこうか。 JKL だね。 JKL、 はい、あ、ギリ入ってるね。で、三本線、三角形、さあ、対応するのを探そうか。 J は70度のとこだから、70度、ここか。 U で、K は90度のとこだから90度、 T だね。で、残ってんのが S で、使った合同条件、3番なので、丸3と。いいね。こういう風に合同条件使って探してみてください。いいかな？では、今回は中学校2年生の数学、三角形の合同丸1基本編をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回、丸2は応用編です。まあ、そんなめっちゃ応用ではないんだけど、こういう合同の問題も出るよっていうのをお送りしますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。